この森から港へ行ったクワンダの住むパヌ役た城に今度はこっちから乗り込んでやるさ。この森から港へ何か。うちの人がいれば私たち森の守り手は負けたりしないわよ。次は右か。行ったことあるかな。北の方に住むドワーフっていうのはエルフのことを捕まえて食べちゃおうそうよ。怖いね。薄着たないドワーフやおバカの小ボットが負けても僕たちエルフは負けたりしないさ。親キルキス、よく戻ってこれたな。戦いの前に逃げ出した腰抜けのくせに、キルキス、戻ってこれたんだね。どうだった？人間の助けを。はい、いらっしゃ。何代何か妖怪。スケルなんだ。何か持っている。見切りの封印球。タイニーダメ。じゃあ誰？このグレミオかな。それはいいか。グレミオあげる。なんというやつわからないだろう。グレミオあげる。キルキス、どうして私のことを一人にしたの？シルビナは寂しかったんだよ。いや、一人にしたわけでは。ひどいわ、一人で行っちゃおうなんて。シルビナも連れてってくれたらよかったのにね。外は面白かった。いや、その遊びに行ったわけじゃないし、危ないから君を連れて行けなかったんだよ。それはそうでしょうね。じゃあこのクローンたちと話す。キルキス、まさかあの人間の女の話を信じるんじゃないだろう。帝国豪将軍の一人クワンダ・ロスマンが我ら森の守り手の敵だよ。コボルトのやつらは帝国に願えたんだ。卑怯者さ。チェックリキリキス、お前人間臭いぞ。ねえ、キルキスは何か悪いことをしたの？おじいちゃんが怖い顔してるから。これなんだ、階段。はい。最初はジジイと話すか。これは壁か。これは壁。そっか。おっさん。動いた、これ。ね、キルキス。キルキス、わしの許しなく村の外に出て、お前は何をしてきたというのだ。はい、人間たちの中にも帝国と戦っている者がいます。彼ら解放軍の力を借りるために、僕は村を出ました。このエルフの村を守るために。この村を守るためにだと、何を言うか。この村を守るのに人間の力を借りる必要などない。確かに一時はクワンダの兵に押され気味だったが、所詮は人間、最近はおとなしいものだ。しかし、うるさいキルキスよ。村を勝手に出た上に薄着
汚い人間どもを連れてきよって、この者たちも缶にぶち込んでおけ。はい。どうしておじいちゃん、どうしてキリキスを捕まえるの？ジジとクロスか。このジジクロス。変わったこれ。最初にこっち行こうか。何か盗められるか。ああ、まあ同じ場所。意味ない。もう。ああ、もう一応読める。キルキス、ついてりて、人間戦う。こう、平行、平対抗。守る、守る人間だと、人間最近そうだ。しかし、うるさいキルキス。人間、看護不意け。どうしたキルキス？はい。誰だ、仲間。なんだ、お前らは。解放軍、エルフを助けに。お互い、バカを見たもんだな。その服装は帝国軍の。ああ、まったく私もバカだったよ。命がけで帝国を裏切ってここまで来て、このざまだもんね。エルフってのはなんて頭の固い連中なんだ。私の話をこれっぽっちも信用しない。話というのは、ああ、そのことか。この地方を預かっているのは帝国の大将軍クワンダ・ロスマンだ。やつはしばしば反乱を起こすエルフたちを根絶やしにするために恐ろしい兵器を作った。恐ろしい兵器ですか？何でしょうね。私も詳しいことは知らんが、名前はシューマーマガミか。コーマガメ、コーマメガミか。という、何でも森を一瞬で焼き尽くせるらしい。そんなものを使ったら、エルフともどころか、私の生まれた村まで。だから、ここに来たんだ。エルフともに、このことを知らせて、女神が出来上がるのを防いでもらおうと思ったんだが、気がつけばこんな銃の中、缶の中というわけですね。じゃあこれと話す。お、誰かと思ったら帝国が攻めてくるのを知って逃げ出した臆病者のキルキスじゃねえか。俺、おい、俺を忘れたのかよ。俺はこの村の足、村一の足自慢、イダテンスタリオン様さ、知らないの。見せてやりたかったぜ。クワンダのやつが攻めてきた時の俺の逃げ足の素晴らしかったこと。ははは。終わり。もう一度このやつが。こんなところでグズグズしている暇はないのに、ち、エルフなんて信用するから。おお、誰かと思ったら帝国が攻めてくるのを知って逃げ出した臆病者のキルキスじゃねえか。俺、おい、俺は意思や同じことか。めんどくさい。じゃあこっちか。ガタ、誰を？シルビニア。おじいちゃんは会っちゃいかないって言うんだけど、私どうしても聞きたいことがあって。聞きたいことって？ねえキルキス、どうしてあんたそんなに人間にこだわるの？人間なんてどんなに威張ったって50年もすればすぐ死んじゃうのに、どうしてそんな生き物にこだわるの？すぐ死んじゃうって、そんな。シルビナ、
聞いてくれ。人間は僕たちエルフやドワーフを嫌っている。僕たちは人間を蔑み、ドワーフは僕らを軽蔑している。そんなのは悲しいじゃないか。僕らの間に何の違いがあるんだ。なぜ仲良くできないんだ。それが僕にはわからないんだ。とっても悲しいんだ。悲しいんだ。キルキス、ごめんね、キルキス。やっぱり私、キルキスの言うことがわかんない。理解できない。やっぱり人間は信用できないし、ドワーフは怖いわ。でもでも、シルビナはあなたを信じる。あなたが信じたものを私も信じる。信じるように頑張ってみる。シルビナ、これ、ロシの鍵。こんなことして、今度はシルビナがロシに入る、なんだこれ。いんなきゃな、いかないのかな。はっはっ。このスタリオン様の逃げ足を今こそ見せてやる。すごい。ねえ、キルキスも逃げて。あんな風には無理だろうけど。いや、逃げるわけにはいかない。バリエリアさんの言っていたコーマ女神、これはな、女神か、女神、女神かな、女神を何とかしない。女神はあのプリンセスみたい。女神、うん、方法があるというのか。ええ、心当たりはタイニー様の、タイニー様このエルフの村を北東にドワーフたちの住む鉱山があります。彼らなら何か知っているはずです。彼らに力を借りましょう。そうだな、一度城に戻ろう。坊ちゃん、その暇はないと思いますよ。こうしている間にもコーマ女神は出来上がっていってます。少しでも早く何とかしないと。そうだな、同感です。早くしないと取り返しのつかないことになります。コーマ女神が出来上がる前に何とかしないと。キルキス、ドワーフのところに行くの。ドワーフはエルフを食べちゃおうって。それは偏見だよ。僕はそういったものをなくしたいんだ。行きましょう、タイニー様。じゃあこれは仲間かな。こんなところでぐずぐずしている暇はないのに。チエルフなんて信用する。仲間じゃない、お前仲間。早くしてキルキス、見つかったら怒られちゃう。うん、仲間じゃない。誰もいない。ジージーもない。おや、キリキス、よく戻ってこれな。戦いの前に逃げ出してこれ。大丈夫かな。寝る必要はないだろう。仲間になったこの二人。タイニー殿、この私も同行させてください。この森を守りたいのです。勝手に入った。バリアガルパーティーはいります。パーティーメンバー一人減らしてください。誰、まあ、タイニー・グレミオとキルキスダメ。これですね。バリア。仲間に入った。キルキス、一緒に来るかい、シルビナ。今度は連れて行ってあげるよ。あ、これもか。私は残る。私はここでキルキスの帰ってくるのを待っている。だから必ず帰ってきてね、約束よ。ああ、必ず帰ってくる。もうシルビナを悲しませるような
ことはしないさ。きっとよ。なんだ、キスか。チュー、チューチュー、チューチュー。北斗。これですね。こっちか。なんだ、カボット。よし、久しぶりの本。ああ、影ひなたがある。彼女には何事にも影ひなたがあるので信用できません。影、影が刺す。二人の関係に影が刺し始めたのは誰の目にも明らかでした。影が薄い。新しい技術が導入されて熟練工の影が薄くなりました。影も形もない。これドワーフか。この辺 こっちか。これはドワーフか。ドワーフの山道。ドワーフ見つけた。宝。なんだ、ワイルドボー、イノシシか。そしてドーフ。影も形もない。去年すごく、流行った歌集は今年は影も形もありません。影を潜める。あの政治家は落選して以来影を潜める潜めています。ああ、タイに死んだ。タイに自分でやる。それでいいか。だろ、みんなの棒かな。タイに直せ。影を潜める。あの政治家は落選して以来影を潜めています。大丈夫、タイに潜めています。見る影もない。彼は大金持ちでしたが今は見る影もありません。2800円。これいける。よし、羽がされとか。大丈夫かな、このやつら。大丈夫っす。いや、ビッグボール、ビクトル。あ、まだ大丈夫ね。みんな攻撃。まだ155、大丈夫。見る影もない。あのやつ、たくさん体力持っているね、ビルビス。彼は金を大金持ちでしたが、今は見る影もありません。火事を取る。この会社では社長の代わりに息子が舵を取っています。かける死んでいる。まあ後で回復しよう。かける、駆け出し。彼女は弁護士としてはまだ駆け出しです。回復少ない。もっと買おうかな。このやつたくさん持ってる。じゃあタイに2つ切れて、それでいいか。ビクトル、なんで回復した。ビクトル確か155くらい、今200。なんで一匹のドワーフ、かわいそう。かける、駆け出し。彼女は弁護士としてはまだ駆け出しです。駆け落ちする。親が結婚に反対したので彼女とボーイフレンドは駆け落ちました。鎌をかける。なんだ、強い。あのドワーフ、これは剣棒技。なんだそれ。
装備か剣防具をかな。右か、いや左。大丈夫かな。あのドワーフかなり強い。みんな攻撃しかない。まあ、このやつ紋章できる。何の紋章？ハヤブスの紋章。はい、試しようか。ハヤブスの紋章なんだろう。ちょっと見ようか。切る、このやつの紋章使うか。あれ、あの、なんだ、ワシか、あのワシ。もの強いすぎるこのやつら。そっか、あのワシの方が弱いね。まずタイニー。自分かな。グレミオも自分。そしてビクトール。はい、攻撃しろ。これはダメ。このワシとか強いすぎる。そして回復少ない。なんだグレミオ、さっさと自分直せ。回避と反撃できる。ドワーフ強いすぎる。そろそろドワーフの街入るかな。何か回復で回復買おうかな。ダメだこれ。ビクトール。まず左かな。いや、左か、右。左は宝か。右代わりチーズを手に入れた。これは何だ？装備。この手に入れたゴミはかな。装備か。もう。逃げるできるかな。攻撃できない。あ、こっち攻撃できるね。あ、そっか。もうこっち攻撃できる。このレンジのやつ。防御なんだ。いやいや。あ、このやつ攻撃できない。そっか。めんどくさい。このやつ防御紋章できる。紋章だけ。なんで防御、風なやつ嫌いだ。タイニー。最後の薬。ドワーフ強いすぎる。あ、いやいや、このやつら攻撃したからもう一発殺せるかな。この場所めんどくさい。このやつら弱いすぎる。まだ生きてる。ドワーフグレミオ死んだ。あ、いいよ。イーグルリス、イーグルリス。お前は恩師よ。お
カセならどうかな。あのやつハヤブサとかやれるかな。ひどいね、ひどい。あのやつ防御、うん、任せなら防御しよう。あー、このやつ嫌い、捨てたい、このバリーやつ。どうしよう、進むか。じゃあ死んだやつ自分で回復、進むか。進むしかないかな。はしご、これは町。まあ、イノシシ大丈夫。イノシシ弱い。本性のやつ。カマ、カマをかける。彼女は人の秘密を聞き出すため、カマをかけるのが上手です。神、神人へのさ。神人へのさ。私が支持する候補者は神人へのさで勝てて幸運でした。ああ、ボアか。多分大丈夫ね。退院に死んでいる。ただな、もっと薬買う必要だ。ああ、これは6。何にレベルアップしたか。必殺の封印球。いや、右か。いや、左か。最初は左かな。これは。はい。ガードローブ。ウルか。ゴミだろ。ガードローブ。そろそろ待ち、目的地に入るか。ドーフ4人、イエス、3匹。アイテムじゃない。じゃあ、真ん中のやつ。もっと強くなれ、この弱いもの。カマをかける。いやいや、彼女は人の秘密を聞き出すためカマをかけるのが上手です。回避できるドーフ。グレミオ死んでいる。多分大丈夫。神人へのさ。私が支持する候補者は神人への差で、人への差で勝てて幸運でした。パーティーアイテムなんだ。イヤリング、ね、パーティーアイテム、ね、分からん。タイニーグレミア、うん、進むしかないね。また宝箱、またドワーフ。神、神技。
彼の発明はまさに神業でした。雷、ああ違う、雷を落とす、弟がテレビばっかり見ているので父が雷を落としました。お薬、よし薬いいね。運の紋章変か。よし、そろそろドワーフの町に入るか。コボルトか。あ、またこれ。ドワーフ、とてもケチンボ、病気の治し方隠している。でも、黒耳は諦めない。あのコボットは確か、お前らは許さないぞ。うう、でも今は黒耳忙しい。逃げた。黒耳、ああそっか、黒の耳ね。白だと思った。別に黒らしくない。黒見えない。白か。9時間これ。これは9時間か。雷おやじ。雷おやじ。彼はよく怒るので、みんなは陰で雷おやじと呼んでいます。かも。いいかも。寝切りいいかもか。そうだな、マージョンの時かも。私はかもかとか。いいかも。寝切り方を知らなかったため、海外旅行でいいかもになってしまいました。かもにする。多分大丈夫ね、もんしょいなね。かもにする。彼は消費者をカモにして安物を高額で売りつけました。このやつ強いか。このやつのこれ、このやつのそうだ、強さ、体力とか。このグレミオかなり弱いね。守る82。そうだな、このやつグレミオと、なんだ変わりタイじゃない、グレミオか。このやつまっすぐの方がいいね。これいいか。じゃあ道具、お薬3、タイにグレミオ入れない、攻撃できないだろう。まあいい、とりあえず。ビクトーもダメそう。これはそろそろボス戦か。出た。これなんだ、町じゃない。こっちか、ドーフ町。ドーフの村。よしよし。これ武器やか。おや、まあよくここまで人間がこれ切れて凍れたものだ。え、邪魔だお前。ああそっか。こっち薬買おうか。え、何もないか。こっち。これは寝る場所、多分、え、高いすぎるだろう。仲間か。
おや、ここで寝るのかい？ベッドを壊すなよ。ベッド6個、6台か。おお、1人200ポッチやじゃ。ダメだ。200って。200って。ひどい、ひどいやつ。薬の方が安いだろ。この風車でね、雷の力を救う、雷の力を救うんだろう、だよ。ドワーフの秘宝の一つなんだって。あの虫眼鏡のやつ。入りにくいこの扉。俺たちの素敵な防具が人間に似合おうかな。大金庫は俺たちドワーフの自慢さ。北に行けばすぐ見れるよ。椅子、椅子。コボルトたちは何だって帝国の言いなりになっているんだ。見境なく襲ってくるし。ああ、いらっしゃい。ご用は何ですか？ハーフヘルム。レザーアーマー。バシリア、誰？キルキス。クレミオ。いや、クレオ。怪我のマント。怪我のマント。ハーフヘルム。今何を持っている？とんがり帽子か。これはなんだ、こんがり帽子。いいやつか、悪いか。とんがり帽子ね。どうやって見えるか。とんがり帽子、風船を防ぐ。そうだな、これは風船も防ぐだから、これの方がいいだろう。風船を防ぐ、風船なんだ。まあ分かった、あのルーフィの風船、そうか、風船、これはボーナス。とんがり帽子の方がいいかな。防御少ないだけど、これは風船、何も防げない、防げない。ハーフアーマー、違うの、いらないだろう。いらっしゃい。鑑定、あ、スーボーを持っていない、そっか。なんで二人？お前違うか。何を売るか。このガードローブゴミだろ。ガードローブゴミかな。剣防具。カントレ。あれはなんだこのゴミ。ゴミすぎる。わからん。装備。これカン、ガントレット、あ、そっか、ガントレット。羽ざり、羽ざりの方がいいだろう。羽ざり、羽飾り、あ、でもまあまあ売るか、売るか、売るか、このゴミ。そうだな、じゃあガントレットじゃないか。ガントレット、羽飾りか。そうだな、捨てる、このゴミいらない。剣防具、剣防具なんだ、剣防具なんだ、剣防具なんだ。剣防具ダメ、剣防具も。剣防具ゴミ。これはいいだろう。ああ、いい顔。ああ、そっか、同じ店。僕は勉強するよ。勉強してエルフや人間より賢
賢くなるんだ。僕は強くなるよ。強くなってエルフや人間なんかに負けたりしないよ。わしらはエルフを憎み、エルフは わしらを蔑む。大昔からずっとそうだ。あんまり昔からなんて誰も理由なんて覚えてない。これ窓かな、穴かな。俺の研究によると、紋章ってのはこの世界の最も根っこになる力なんだよ。何もない。よう、ちゃんと武器は鍛えてるか？ちゃんと鍛えとかな、いかないと、いざって時に泣きを見るぞ。帝国のクワンダとかいう将軍がエルフの村を襲っているらしいが、いい気味だ。あいつら俺たちをバカにしているからな。これ入れない。うん、出られる。もうめんどくさい。最初の場所。あ、鍛えるやつ、これか。仲間か。ふーん、マースのやつがね。よっしゃ、マースが認めたんなら大丈夫だろ。俺の力を貸すぜ。お前らの武器まとめて面倒見てやら。ああ、これ仲間になれる。バカだね。俺が仲間にいなきゃ僕の鍛冶屋もついてきてくれないぜ。仲間にする。よし、じゃあ俺はドワーフのおっさんに糸間を告げてくる。その後、うん、城へ向かおうぜ。ミス手に入れた。手に入れた。じゃあこれは武器、硬くなる。本質鍛える。じゃあタイニーの武器。なんだ、10まで多分。6になりました。ああ。値段高いすぎる。これひどいね。そっか、限界は10。バレリアダメ、捨てる。ビクトル、クレオ、グレミオ弱い。ああ、わからん。とりあえずタイニーだけかな。金少ない。まあもうビクトルか。ああ、でもビクトルメインキャラじゃないね。まあみんなメインキャラだけはタイニーだから、まあとりあえずタイニー。お金ないね。あの、HM ババ。HM ババ見つけなきゃいけない。お前もあの鍛冶屋みたいに修行に来たのかい？薬必要か。100。安いね。特効薬までいらない。亀の封印球。お薬。これは安いすぎるだろう。100。なんだ、600これ。いや、100。6で100。このやつも。100安いすぎるだろう。キルキス。プレミアム。いや、これは大丈夫かな。はい、それでいい。そうだな、紋章。紋章。何かできる紋章。これ、水の紋章。プレミアム。タイにできる。
水門書編1水2タイにあげられる紋章、水の紋章タイにか、じゃあの総理と関係ないか。あれもしかしてお兄ちゃんって人間っていうやつなの？そうですか、人間じゃないだろう。まあいい、ここでいいか、ちょっと休みます。まあ今日休みますか。